こんばんは。あ、間違えた。こんにちはか。おいおい、ちゃんとしなさいよっていう。ありがとうね。お化け、お菓子もありがとう。私は今から。おメイクをします。まずはこちら、下地エスポア。あ、ありがとう。え、ありがとう。たくさんお菓子と、ゾンビじゃないわ、お化けか。なぎたん、あ、ね、いっぱいありがとう。え、ね、いっぱいありがとう。ね、いっぱいありがとう。みんな好きだよ。好きなんて気持ちはいつからあったんだろう。あ、こんにちは。兵庫か、そうよかったよ。いやさ、よいやさ、よいやせ、あーよそい。わ、ありがとう、かぼちゃさん。ごちゃ、お疲れ様でした。聞いてくれてありがとう。あ、ありがとうね。え、ねえ、たくぞうさん、いっぱいお菓子ありがとう。まみまみさんもお化けたくさんありがとう。他の、いや、お菓子もね、他の方もありがとうございます。本当にたくさん、本当にね、選挙と一緒。その今今日している選挙と一緒です。そのあなたの投票がというわけですよ。あの、言いたいことは分かりますか？だから、これにか、これはこの配信は、まあ、そのあなたのその、まあ、きら星ですねとかで、あの、新しい人生が変わるみたいなことですよ。言いたいこと分かりますか？あ、ありがとうございます。お化けの九太郎ちゃん、ね、ありがとう。あや、のりさん、雲の天使ありがとう。のりさん、三個もありがとう。くまちゃん、くまちゃん、くまちゃん、三回。なぎたん、あ、まいまみさんありがとう。あら、のりさん、レインボースターありがとうね。嬉しいざます。なんかさ、あれ、あれ、ありがとうね、みんなたくさんありがとう。ちょっと待ってね、メイクブラシがない。あ、私ピン、ボリスちゃんの方がいいから、ボリスちゃんに変更と。よいしょ。なぎたん、ね、待って、3分。頑張って。投票機能つけちゃった。いや、あった、この筆みたいなやつ。え、りーちゃん、りーちゃん、くまさんタワーありがとう。りーちゃん、今から3分後にお仕事戻るって言ってるから、
3分後から始まるお仕事、桃花がもう陰でずっと応援してるので、りーちゃんずっと頑張ってね。桃花が味方ですよ、約束。ありがとう熊の魔法使いの魔女さん、ありがとうね。りーちゃん頑張ってね。あ、お化けの九太郎ありがとうございます。ぬり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 、もうすぐ3時になりますよ。3時のお時間ですよ、全員集合。なぎたん、好きなんて気持ちは、はい、3時のおやつは何かな。え、おやつ買ってない、カリカリ梅ぐらいしかないかも。でも結構ガチで今チーズケーキ食べたいです。チーズケーキが食べたいなり、なんかたまにないチーズケーキをなんか超食べたくなるとき、私今それです。おやつどうぞ。え、めっちゃ食べてるよ。ありがとう、たくぞうさん。いや、わかるよね。なんかチーズケーキ、なんかチーズの口なんだよね、なんか。なんであの美味しいんやろ、チーズケーキって。あ、ありがとうね、お菓子たくさん。え、わかる、コストコのチーズケーキ私も好き。でもね、でかいんよな。でかいねん。だからいつもさ、実家に帰った時にね、たまにコストコ、大阪のコストコとか神戸のコストコとか行くんですけど、なんかマジで毎回あの近所の人と分けてたいるかーって近所の人にお裾分け、コストコケーキ。ポンポンします。待って、くしゃみ出そう。え、コストコできんの？できないとか。え、でも噂があるってことはできんじゃない？噂が立ってるってことはできるのではないでしょうか。え、でも私コストコめっちゃ好きなんですよね。なんかさ、こんなさ、なんか入れ物、丸い入れ物に入ったなんかストロベリーの絵が乗ったチーズケーキみたいな味するやつ、皆さん知らないですか。あ、ありがとうございます、お菓子たくさん。そう、私そのあのスイーツっていうんかな、チーズっていうんかな、あれがめっちゃ美味しくて、私いつも3時のやつにずっとそれ食べてた。めっちゃ大量に入ってるし。待って、このパフめっちゃいい。やばい、なんで今まで使わんかったんやろ。気持ちいいし、存じ上げない。え、ほんまに、なんでなんでとか言ってあ、てつさんありがとう、花束。こんにちは。そう、今日今ほんまに今さっきおろした、めっちゃ使いやすかった。よいしょ、ふう、いいね。
皆さんクールジャパンは行ってきましたか？行った方多分多いと思うけど、楽しかった？なんか私もね、見学行きたかったし、あのラーメンめっちゃ食べたかったかも。私さ、めっちゃさあの一瞬の花火のパフォーマンスが大好きすぎて、何回でも見たくなる。やばい、変な、え、やばい、変なとこに書いちゃった。まあ、いっか。うん。誰だろう、卒業生の方。めっちゃ鼻詰まってるけど、やばい。サホが面白かった。嬉しい。あ、東京キュートキュートさんや、絶対絶対そうやな。絶対そうや。めっちゃ鼻詰まってる、やばい、生きていけない。ちょっと待ってね、鼻かむわ。お待ちどう。今日はどんなメイクにしようかな。ストリート系やからちょっとキリッてしてる感じの方がいいんかな。お返しね、ありがとう。今日あった話なんですけど、私がね電車に乗ってたら、今日東京のおじさんがね隣、もう本当に空いてるからさ、電車ってさ、なんか別に声かけていただかなくても乗れるんですよ普通に。やけど私がね座ってたら、隣座りたい、いいかなえ、いいですよとか言っていいですよって言って、じゃあありがとう、じゃあ座りますわね、よいしょとか言って、あ、え、タムちゃん待って、タムちゃん、タワーありがとう。
入れ物タワーありがとうございます。嬉しい。タムちゃんありがとう。じゃあタムちゃんメイクしてあげるね。チーク塗ってあげよう。ポン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 と。イージスさん、かぼちゃありがとね。美白やね。そんなことないで。ありがとう。3時のやつ、ありがとう。残業になりそうなんよ。もう許さへん。もう課長、上司、いつも通りのメイクします。こんにちは。あれ、一応塗っとくか。そうって言われて隣座られた。座られたっていうか座ってもいいんですけど、もうね、私ラジオが終わった後なので、もう本当に疲れて、ふうやっと帰れるってなって帰ってる状態で、私あのイヤホンしてたんですよ。イヤホンしてたら、おいトトトトみたいな、はいはいはいみたいな、何事って思って、はいって言ったら、隣座りたい、座っとけみたいな。オッケーですよ。もうもうかかってこい、かかってこい。そんな、あ、FKさんありがとうね。もういいよいいよ、もう座りなよと思って。どうぞ。対応してる。それ無視できないでしょうが。っていう、待って、目の上がさ、目の上がピンクすぎて、なんかカーニバルの人みたい。頑張って、頑張る、ありがとう、ありがとうね。タオ、8時までイベントなので、よろしければ応援してください。隣座っていい？どうぞどうぞ。座りなはれ、座りなはれ。開いてんま、開いてんがな、開いてんがな。客キラありがとね、嬉しい。こんにちは。おもちゃん、ちょっとおでこペチペチしていい？あー、しょうがないな、特別にな、特別にいいけど。あと私一回小学生の子に、小学生のこの後ろを歩いてたんですよ。じゃあなんか小学生の子がね、もうずっと
後ろチラ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 見てきて、で何なんやろなと思ったら、今だ逃げるぞって言ってでっかい声でに逃げてね、全速力で。あ、だから私はこれもう絶対不審者って思われてたやんと思って、ごめんなさい、ほんま申し訳ない、全然不審者のつもりなかったんけど、すごい申し訳なくなりましたね。ドテ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 出していきました。え、そんな走るってくらい走ってましたね。あ、ありがとうございます。いや申し訳ないよね、いやもう謝る暇もないんですよ、今だ逃げるぞって言ってもう行っちゃってんだから、あ行っちゃったよと思いながら、そう後ろ歩いてただけなのに独り言喋ってないよ私家の中でしか独り言喋りませんから。いやまあでもね、えでもね分かるの気持ち、分かる、ありがとう、おかしい、なんか不審者がる気持ちマジで分かるもん、私ってね怪しいもんね、そりゃそうですよ、でも私小学生とかなんかなんだろう仲良くなれると思う、そう怪しくない、でもねあの確かにあれなんですよ、やっぱりバレないようにあのマスクとかさ帽子とかつけてるから絶対それなんだよね、怪しいよねさすがに連帽連帽スター連帽スターありがとうございます、そうだからさ、そうそうそうそれなんだよね絶対に、でもよし今だ逃げるぞっていうなんか小学生の対応力のすごさ感動した、私絶対気づかないもんねそんな小学生の頃なんて、のんきに鼻ほじって帰ってましたから、ぼやかします、あ、お化けありがとう、嬉しい、競馬同期なんです、え待って私それ見たいんだけど、私マジで競馬始めたくて、最近競馬やりたい、あと今日はね NNB さんの握手会らしくて行きたいな、さん、中村さん、熊の悪魔だ。え、これ、え、待って。ブリちゃん耳ハゲとうねんけど。今気づいた。熊の天使。ありがとう。今投げとく。ありがとう中村さん。
ありがとう。やばい。嬉しい。クマ天使タワー本当ありがとね。頑張ってください。頑張るね。アンジュさんね、私もそれこの前気づきました。え、アンジュさんやってんねやと思ってびっくりした。競馬やりたいな、ほんまに。でもやっぱそういうのってさ、一回買っちゃったらもう一回ってなるんでしょ。やばーい、抜け出せないね。買ってみよう。え、でもほんまにやってみたいねんの。え、中村さんレインボースターありがとう。パーキングエリアすごい。サービスエリアの手前で私を下ろしてちょうだい。めっちゃやばい、鼻めっちゃ詰まってる今日。今くるちゃん、え、いいな、もうかもくるちゃんとお話ししたいんだけど。せこいぞ中村さん。せこいぞ、頑張れ、ありがとう。チコボール外れた。え、なかなか当たんないよ、言うとけど。あれ、あ、ありがとうございます。お化けたくさん。こんにちは。競馬ね、お父さんが見てるやつを隣で見てるやつしかない。え、競馬場行ったことないんです。ないの。行きたいんだよね、めっちゃ。行きたいんです、ももかは。でもこの前さ、初めてね、私、そう、お馬さん慣れてる。初めて私、あの免許更新行くときにね、免許更新行くときにさ、あのバスの乗ったんですけど、初めて。そこで初めて新潟競馬場の前を通って、私はなんか黄昏てたんです。音楽聴きながら乗ってて、イヤホンして、でなんかいろんな景色を見てたんですよ。あー、いろんな景色があるなーと思って、ヒューって見てたら、えっ、これ絶対競馬場やないって思ったやつがヒューって通り過ぎていって、血が騒ぎましたね。えっと思って。
これは競馬場じゃないですかってそう、なんか嬉しくなった、めっちゃ。今日できれば40分ぐらいに切っときたいかも。怖い、最後切れたら怖いから。そうそう、でもめっちゃ興奮した。え、すごいってなった。ね、やってるよね、すごいよね。めっちゃね、かわいい、なんかかわいいのに競馬のこともたくさん知ってて本当に好きだなって思います。ちょっと今からアイラインするから、ちょっとだけ無言かもしんない。ちょっと待っててね。この前ね、地方に行ったんです、駅の中ので。めっちゃ可愛い服があって欲しいと思ったんだけど、値段見たら7000円で諦めた。最近服めっちゃ買ってるしやめましたね。めっちゃ可愛いやんと思って。何気7000円ってさ、ちょっと出すか、なんか出せない範囲内かもしれない。5000円だったら、うーん、はいってなるけど、7000円かってなる。嘘、本当に？あ、みーさん、ありがとう、レインボースター。ありがとう。え、ちょっとわかるよね。そうだからね、いつもこれを買って本当にももかは着るのだろうかっていう自分とめっちゃ葛藤して、いや着てる未来があんまり想像できないなと思って買わないようにしてる。って感じですね。トップス開ける機会意外と少ない。なんかさ、っていうのも、そう、ほんまにその通りで、なんかトップス、なんやろ、なんかね、着る機会があったらめっちゃ買いたいと思うけどね、なんかあるしな、似たやつあるしなっていう考えになっちゃう。だからそう、え、でも本当に先輩方からそうやって お洋服いただけるのはめっちゃありがたい。しかもめっちゃ可愛いの全部。しかもね、前ね、おしゃべり会で来てたらさ、なんかありがたいことにマリノさんのファンの方が当日券で来てくださってて、なんかめっちゃ見覚えがあるって
言っていただいて、え、これマリナさんのお洋服で、言ったら、ああだからかみたいな感じで話もすごい盛り上がったし、そうめっちゃ嬉しかった。そう、めっちゃ見覚えあると思ったよみたいな。でもなんかやっぱ見覚えあるって、なんか本当にファンの方もすごい記憶力がすごいなって思いました。ね、よし、欲しい服はブランド、え、私でも最近本当にメリージェニーっていうお洋服屋さんのブランドがもう本当に女の子女の子してるお洋服屋さんで、めっちゃ可愛いんですよ。だから私はね、最近メリージェニーのお洋服を永遠に見て、これを買うか買わないかっていうにらめっこをして、いつもいやまた今度にしようが続いてます。でもあるあるじゃない、なんか通販のさお洋服屋さんってさ、どうしようってなったらさ、あーもうまた今度でいっかってならん。買っちゃいなよ。でもね、いっぱいお洋服あるから、そうまた来年でいいかなって思う。いずれもーちゃんも後輩譲るのだ。あーそっか、来てくれるのかしら。でも私全然お高いお洋服だなんて持ってないんですよね。なんか自分の中のプライドなのかなんか分かんないけど、もしあげるとしたらめっちゃ高いやつあげたい。何なんだろうねこのプライドは。多分私にしかプライ、私にしかないプライドなのかもしれない。通販？もうめっちゃいつもゆっくり選んでるよ私。ででん、全然入りませんでした。でも私も一回ね入らなかったお洋服、お洋服っていうかズームあるよ。 XS を間違えて買っちゃってて肌詰まった。確かにそうだよね、通販だったらね、失敗しちゃったらどうしようって。え、でもね私一回ねめっちゃ焦ったことがあって、なんか通販で私一番信用してるのが、もうサイズとかもう見なくていいやって思って買ってるのがフリーサイズは絶対に安心だと思って買ってるんですよね。でもなんかとある日に私一回 ZOZO タウンでフリーサイズのお洋服を買ったんですよ、ワンピース買ったんですね。で私フリーサイズだから余裕でしょってなんか思ってたの自分の中で。そう安心だと思うじゃん、なんかフリーサイズってフリーって書いてるもんだから。そうだから、あじゃあもうこのフリーサイズでいいや、 ありがとうお化けって思ってたら、なんか届いて着てみようと思ったら
なんか入んなくて、なんかまずはなんか履けないの、まず足の太ももぐらいからで、えっと思ってサイズ間違えたかもと思ってサイズ見て、もうフリーサイズと書いてるんですよ。で、え、私そんなに太ってると思って、フリーサイズが入らないと思って、私その時にめっちゃ絶望して、え、そう、ん、入らないんだけどと思って、え、マジかと思って、でこうやってうーんと思っても入らなくて、え、もうこれどう頑張っても無理やわと思って、これ多分誰でなんか私よりちょっと細い人でも、もう無理、これ絶対入らへんと思って、じゃあめっちゃ見えないところにチャックがあって、そのチャックでもうめっちゃ余裕で入りました。もうめっちゃ紛らわしいと思って、でもよかった本当に、やばいと思って入んないんだけど、そうめっちゃよかった、え、本当によかった、やばいと、一人で、え、待ってどうしよう、え、どうしようとか一人で、なんか一人でね、え、待って、え、フリーサイズだよね、え、入んない、え、私そんな、え、フリーサイズ入んない、え、どうしようみたいな、一人で、待ってワンピースが入らない、え、なんでみたいな、あと頭が私でかいから頭もなんか通らない時もありました、うーんみたいな、ここでずっと止まってんの、うーんって、でこうやってやってたら、誰だろう、ひろかかな、ボタンボタンボタンみたいなあれ誰だっけ、ひろかじゃないか、ボタンはみたいな感じ言われて、あ、ありがとうって言って、見えない状態でボタン外しスポッてなった、今度待って頭入んないんだけどとか言って、なんかもう シャンプーハットみたいになってんの待ってとか言って、じゃあボタンでしたね、ボタンちゃんが、うんね、ちゃんと確認しなきゃダメだよね、そういうのって思います、めっちゃ。こんにちは。そう、早く来たいっていう気持ちがね、先走って、早く来たい早く来たいって、待って眩しいな照明、早く来たい早く来たいってなっちゃう、いつも。ロッチさんのコント、え、私ね、ロッチさんのねコントといえばめっちゃ好きなコントがあって、運気線のプレゼントいつ解禁になるのよ、確かにいつになるんでしょう、なんかね、私先輩方がファンの方からいただいてるプレゼントを見て、それを着てる、ファンからいただいたプレゼントを着てるのを見たときに、なんかすっごいほっこりするんですよね。え、待って、わかる、更衣室のコント、え、私もそれ言おうとした、私も更衣室の、開けますね、はーい、開けますよ、はーいのコントがめっちゃ好きで、開けたらうーみたいななんかめっちゃ面白くて、あれ好きです、すごい印象残ってる、うん。イベント、え、待って、カジちゃんのファンの方だ、ありがとう、本当に、ね、不安ばっかりなんです、今日はもう不安が募って、ありがとうね、応援しに来てくれて、今日の6時40分からもするので、よかったら見に来てね、カジちゃんのファンの方ありがとう、あ、こ、あ、そうだ、試着室だ、そうだ、
そうだそうだ、ありがとうだるまね。嬉しいですね、他のグループの方がファンの方が応援してきてくださるって、なんかさらに頑張らなきゃなって思います。もう十分思ってんだけど、もっと思いましたね。まだ何時間だと、あ待って、40分に終わるって言ったから38分になるんじゃないか。じゃあ次の配信は最後の枠だね。泣いても笑っても最後だね、楽しもうね。ももかちゃんのファンの方もよかったら、あ昨日めっちゃ言ってたくまちゃんでしょ、行ってね、めちゃ面白かった、嬉しい、ありがとね。そう超楽しかった、 FNS さんのやつだよね。もう頑張ってください。仕上がった目がきれい、ありがとう。でもまだ唇が薄いんだけど、まあでもいいや、ありがとう。とんでもない、応援しに来てくれてありがとう。でもあれかもね、私すごいストリート系の、私ってどういう系統の顔なんでしょうか、どういう服装が似合うのかな、よく分かってなくて。でもね、私一回ファンの、ファンじゃないわ、あファンの方か、ファンの方にも言われたし友達にも言われたことが、なんか古着コーデがめっちゃ似合うんじゃないかなって言われた。そう、古着コーデっていうのは古着屋さんに売ってるなんか古着を組み合わせたコーディネートで古着コーデって言うんですけど、私結構ねそっち系めっちゃなんか古着何着か持ってるんですけど、買ったことありますよ、アメ村でよく買ってました、大阪の。そうそうそう、一時期ねめっちゃ古着にハマってた時あるんですよ。そう、ちょめっちゃストリートっぽい私の画像をチャットに載せますね、この後。めっちゃなんか、あちょっとだけ系統今と違うかもって思うかもしんない。うん、でもね今はねやっと勇気を振り絞ってメリージェニーさんをやっと着れたので、今はメリージェニーさんをたくさん着たいお年頃です。私ねにっこり笑顔があんまり苦手なタイプなので、めっちゃクール系の表情が得意なのでね、この枠はもうちょっとで終わりますよ、あと3分後ぐらいに壇上見ます。クール系の表情とかだったらお任せください。いやと思うけど自分が好みじゃないんだよね。あそうなんや、ストリート系ってあれやもんな、なんかなんて言ったらいいの、女の子が着たらもちろん可愛いけど、女の子のなんていうの、お洋服といえばね、お洋服と言ったらなんかフリフリとかがよく見るから、あんまりなんかパッパッなんかギャップが、ギャップ見えするよねストリートファッションって。なんかふわふわ着てる女の子が急にストリート系の服着てたらなんかおってなると思うよ。しかも多分私髪の毛が短いからなんか
内巻きにしたら私なんていうのそのふわふわ系の系統が似合うんですけど、外羽にしたらもう本当にストリート系めっちゃ似合うので、そうそう多分ね夜はあの外羽にして配信をします。ユンキの中でねボブが一人だけなので、私なんならもうちょっと切ってもいいかなって思ったり、これぐらい顎下まで思います。最近マイナス3件も似合い、嬉しい、ありがとう。4期生の中で一番短いですね、一番短い。なんならいないもんねボブが4期の中で。うん、今の長さちょうどいい。あ、ほんまに？じゃあ今の長さで永遠にこれでいますね。あ、男女読みますね。13位、あぶね、違う13位、え、なになんで13位、ラルクさんありがとうございます。ラルクさん。12位、ミーさんありがとうございます。ミーさん。11位、イージーさんありがとうございます。イージーさん。10位、レオの土方さんありがとうございます。土方さん。9位、グリーンティーさんありがとうございます。グリーンティーさん。8位、お金持ち先生さんありがとうございます。先生。7位、 F 健さんありがとうございます。 F 健さん。6位、まみまみさんありがとうございます。はい、まみさん。5位、のりさんありがとうございます。のりさん。4位、たくぞうさんありがとうございます。たくぞうさん。3位、りーちゃんありがとうございます。りーちゃんは多分今お仕事頑張ってる中。くまたわありがとね、よしよし。2位、たむむさんありがとうございます。たむちゃんも今頃お仕事頑張ってると思います。ゾンビのタワーありがとうございます。そして1位がじゃん、中村さんありがとうございます。中村さんありがとうございます。本当に1位ありがとね。はい、というわけで皆さんお昼の配信もありがとうございました。はーい、続いての配信はなんとラスト配信です。最後の5分ですね。どうなるか分かりませんが、笑って楽しく、なんかやらなきゃよかったって思わないように、なんかみんなとね素敵な思い出を、なんかもしそれが失敗したとしても素敵な思い出になればいいなって私は思ってるので、皆さんぜひ来てくれると嬉しいです。それでは皆さん、あ、目標順位は2位以内なのでぜひ応援よろしくお願いします。それでは皆さん見てくださってありがとうございました。では続いての配信は6時40分です。なので6時40分に私の配信でお待ちしてますので、ぜひとも応援よろしくお願いします。ではバイバーイ、切りますね。ちょっと5分早いけど、ちょっとラスト配信のためにね、それが怖いので、切れちゃったら嫌なので早めに切ります。ではみんなバイバーイ、頑張ってね、頑張りますね、ありがとうございました。それではそれでは